こんばんは、仰天ゆりなです。こんばんは。というわけで、もう私はお風呂にも入りまして、あとはもう寝るだけです。もうね、明日めっちゃ朝早いんですよ。私明日もう6時ぐらいに起きてですね、朝からゆりさんの公演の振り入れが始まりまして、なんならもう今週からゆりさんの公演の振り入れも始まるし、ドボンコンサートの振り入れも始まるし、なのでもうちょっとしたら大西の卒業会の振り入れも始まるんですよ。でも私は舞台があるので、マジで今回全然参加できなくて、レッスンになほとんど参加できないっぽくて、ほとんど自分で起こしてくださいになるらしくて、そう、なんか結構きついきついんですけど、まあ明日はね、その朝早朝から振り入れがあって、途中で抜けないといけないんですけど、稽古に行かないといけないので抜けちゃうんですけど、朝リハに参加して稽古、今日明日は場当たりなんで一日長くて、夜まであるので、明日は絶対眠いだろうな自分って思いながら、とりあえず目だけは開けていきたいなって思うし、なんかシンプルに出番がない時が一番きついなって思います。出番がある時は気張ってるから、なんかこうやんなきゃってなるんだけど、待ってるって一番睡魔が襲ってくるからやばくて。ゆりさんの空公演はみんな出ますよ、みんな出ます。新公演もみんな出ますし、ゆりさんのプロデュース公演もみんな出ます。フリーレは別に初日メンバーとかアンダーメンバーとか関係なしに1回にまとめてみんなでフリーレをするので、基本いつもそうなんですけど、そう、初日メンバーがこう番号を立って踊られて、その旗でアンダーメンバーはいつも見ながら踊るみたいな感じですよ。振り入れはみんな一斉にあるので、そう、そうなんですよ。だから明日は朝早いからやばいっていうか、今月やばいなマジで。そうなんですよ。だから舞台期間、なんかショールーム大丈夫かな、ちょっと心配ですね。ショールームがなんか全然空いてる時間はあるんだけど、その時間にショールームってできないじゃん。そのシアターっていうか劇場に入っちゃうと、舞台のそこで配信はできないから家でやるしかないんだけど、その家の時間が取れるかっていうか、シンプルにどうなのかっていう感じで、なんか1公演しかない日とかもあるんですけど、1公演しかない日もその後にレッスンが入ってきたりとか、もうだから舞台やった後レッスンみたいな感じになっちゃうくて、だからなんかちょっとショールームがどうなのか、2回公演の日って遅いんですよね。それこそ、まあ、13時と18時なんで、18時なんてさ2時間半だからさ、終わるのがさ8時半じゃん。でそっからさ、いろいろとさ、ずらとか撮ったりとかメイク着替えたり落としたりとかやってるとさ、もう遅いじゃん。で帰ってくると遅いじゃないですか。で次の日も
朝じゃないですか。でも13時に始まりだけど、ウィッグをつけないといけないから、ウィッグのメイク時間の交番があって早く来ないといけないとかあるから、ちょっとなー。でもな、できれば朝やりたいなーと思ってて、なんでかって言ったら夜はねしんどい絶対。そうだから、なんかできたら朝やりたいなって思ってるんだけど、もし朝できなかったら夜で も, もう夜はちょっとあんまり元気ないっていうか、もうさっさとね寝てね次の日に備えたいなっていうところもあるから、どうしてもだし、正直そのフリーレに参加できないってことは自分で振り起こしをしないといけないってことだから、そのスケジュール感のどこかで振り起こしをしないといけないのよ。ってなると帰ってきて振り起こしをするのかとか、まあ舞台の空いてる時に振り起こしをするのかとか結構いろいろあるから、本当はね舞台の空いてる休憩の時に振り起こしできたらいいんだけど、でも楽屋ってみんなの楽屋だからさ、静かにしてほしい人もいるわけじゃん。それでさ、こうやってバタ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 動いてたらさ、ちょっとね迷惑だからね、なんかどうしようかなって思ったりもねちょっとしてるんだけど、でなったらやっぱ家で起こすのが無難なのかなって思ったりとかするとね、ショールームいつやろうって思ってて、でもチケットがねあと10枚ぐらいしかないんですよ私。だからもうこの舞台が10日間あるんですよね。それ使っちゃったらもう今後もし何かあった時に使えなくなっちゃうじゃないですか。ってなるとさ、なんかできるだけさ温存しておきたいなって思ったりもするんですよ。口の色マジでないね、うちなんかさお風呂上がりだけんさ、今本当に全く何も塗ってないの、薬用しか塗ってないんだけどさ、薬用しか塗ってないせいか、見て肌と口の色一緒なんだけどマジで口の色ない、やばやばとか言って別に塗る気ないんですけどね、薬用しか。いやもうお風呂入ったから色付き塗りたくないんだよ、色を口につけたくない、風呂入ったからね。でも薬用しかなんないんで、ちょっとすいません口の色ないですけど気にしないでください。薬用しか塗りたくないんで、やっぱお風呂入ったのにさ色も塗ったらさね大変じゃん、また口だけさなっちゃうからさ、前歯が。なんか耳の上部だけ赤いんだけど、見てほら耳の上部だけ赤い、なんだろう、お風呂入ったばっかだからかな。私ねそれこそお風呂入ってもうすぐスキンケアもバーってやって、スキンケアバーって終わってショールームしてんの。だからね結構ねお風呂から上がりたてなんですよ今。だけんか耳が赤いの、見て。だからお肌もツヤツヤでもさ乾燥するよね、なんかもうそこまでベトベトじゃなくなってきてるわ。いやまだポカポカなんすよ自分、風呂上がりなんで肌綺麗と思うじゃないですか、全然綺麗じゃないですよ。私は自分はメイクした自分じゃないとあんまり好きじゃない。スキンケア何がいいんですかね、マジでスキンケア教えてください。ほんと肌綺麗にしたくて、めちゃくちゃなんかそう肌ね、なんかさもうメイクで塗りたくって隠すんじゃなくてさ、やっぱさ肌がさ綺麗な人になりたいなってすごい思うから、なんかいいスキンケアありますか、毛穴撲滅とか美白とかでいいのあったら教えてください。うわ SK2 とかバカ高いやん、SK2 とかめっちゃいいって言うけどバカ高いから何も買えないよアヌアね、私使ったことないんだけどね、いいのかな。結構さアヌアのやついいってね SNS とかでもたまに出てくるんだよね。うちはね結構ねシカ使ってるね、シカとか、そう
パックはね毎日するんだよね。そうパックは毎日してます。パックやってない日はないです。基本化粧するときは化粧水だけど、夜は基本パック、パックしてる間にボディークリーム塗ってみたいな。そうビタミン C の美容、そうも使ってる。でも皮膚科行くほどのね肌の汚さではないのよ。なんか多分医療なんだと思う、ここまで来ると。そなんかあの毛穴をさなくしちゃったりとかってさ、韓国なんちゃら医療みたいなさ、このさ肌がさキメが細かくなるやつとかさ、あのなんだっけな流行ってるやつ忘れちゃった、なんだっけな、あのねビタミンがをこうやって注射で打って直接入れるねやつとかあるの。なんか本当にそういうのをやれば本当に綺麗になる。やっぱね化粧水とかそんなうんぬんかんぬんでやっぱ限界があるみたい。そういうのやればやるほどよいよいよいっていう、よいよいよいっていう感じらしいよ。そうでもそこまではなちょっとなって感じなんで、とりあえずなんかスキンケアでできるだけできる、できるだけできるとこまでやりたいな。毛穴をなくすってか毛穴をちっちゃくするって言ったらいいんですか。そうそうそう、きめ細かい肌にするっていうのが正解なのかな。そうとかね、いいらしいよ。最近は何もやってないな。そうやってないんだけど、化粧水パック、そうね私はパックと美容液とクリームとしかやってないけど、でもね私はニキビとかができないから、そのなんか鼻荒れとかではないんだよね。どっちかというとクマ消したいんだけど、でもクマってどうにもならんからね、クマだからクマだけねどうにかしたいんだよな。クマが本当にひどくてさ、クマがねひどいな。色素沈着とかチョコ最近食べたよね。もう食べ過ぎてる、食べ過ぎてる、全然食べてる、普通に食べてます、大好き。最近あげてないのよね今日のチョコレート、だからあげてないだけでぶっちゃけ食べてます。明日からねスタバのね新作だから超楽しみ。あそこね千住ねシアター千住ねスタバあるんですよね、だからめっちゃいいんですよ。まあ買いに行くかわからんけどさ、そうめっちゃあるからねいいでしょうっていうね話なんですよ。明日も寒いから、なんかもう最近さもう本当に寒すぎてさ、なんかもう寒すぎて耐えられないのに、もうカイロないと手がもうカッチンコッチンになっちゃうくてやばくて、だからちょっと明日の天気調べるわ。ちなみに明日は水曜日、ちょぴっとあったか、え明日夜雨降んの、降っちゃうかもだって 40% ゲゲ、傘持ってかなきゃじゃんそんなの。うわ寒、外出てる時間めちゃくちゃ寒いわ全然。うわめちゃ明日外出てる時間とか0度とかなんだけど
マジで帰る時もさ78度なんだ、76度、寒い、絶対寒い、寒すぎて凍え死んじゃうかもしれんわ、これはやばい。ギヤー、私寒いの苦手なの、どうしよう、やばい、寒いよ、寒すぎ、凍えるわ。あ、ちなみに私髪切りました、じゃーん、ほら髪の毛がどうですか、短くなりました。こう見たらわかるかな、こうやってやれば短さが伝わると思う。今までこうなっても収まりきらない長さだったんですけど、このように切りました、短くなりました、じゃーん。じゃーん、こんな感じで短くなりました。はい、こんな感じでだいぶ短くなったかな、10センチ、これぐらい切りました、10センチ15センチぐらいですかね、こんなごもんです、 10センチちょっとぐらいかな、切りました、結構短くしたかなと個人的には思います。なんでちょっと軽くなっていつもの私の髪の長さに戻ったっていう感じですけど、だけどでも長いです、全然、でも全然長いです、切ったけど長い、元が長いから切ったとて長いですんで、まあこれでドボーンのコンサートとかこんな感じでも伸ばします、でも伸ばしたいと思います。長いのが好きなので今これぐらい長めに、でも長めに切っちゃってるんですけど、こっからまた伸ばしていきたいなというふうに思っています。はい、とりあえず本当に舞台のために切りたかったんで切れてよかったです。ちょっと軽くなったんかな、どうなんだ、でも空いてもらったし軽くなったかなと思います。髪の毛もすいてもらって長さも切ってもらったんで、ちょっと頭は楽ちんになるんじゃないかなと思っています。まあそんな感じで、ちょっと明日が早いので今日は早く寝れることを願っています。さあ知らんけど寝れるかな、わからないですけど、でもまあどっちにしても明日早く起きないといけない、どうに頑張っても起きないと頑張ります。しかも明日そのレッスンに行くときにメイクをしてレッスンに行かないといけないんですよ。なんでかって言ったら、そのメイクをしてメイクに入らないといけないんですよ、舞台の。だからレッスンでそのままレッスン途中で抜けて、あの舞台に向かうので、そう、もう入りした時にはメイクをしてないといけなくて、結構ギリギリに入りしようとしてるんで自分が今そうなんで、もう多分あの劇場着いたらもうメイクみたいな時間に入りしようとしてるんで自分が今そうなんですよ、だからそういうことなので、ちょっとメイクしないといけない、その分早く起きないといけないという、なんてこったパンナコッタ。頑張ります。
じゃあランキング読んじゃいます。13位ナッティさん、12位ヒロピロさん、11位シガーさん、10位アーさん、9位マサトさん、8位カズさん、7位サーマサさん、6位チケイシーさん、5位オカヤンさん、4位会長ひそさん株式会社おでこ、3位ザック1級のさんさん、また忙しくなるけど頑張ってねだってありがとう。だからね、皆さんに先に言うとく、もう私には僕体を覚える余裕がごめんなさいもうないです、すいません。ちょっともうここまでなるとね、もうあのシンプルにコンサートと公演のすらもちょっとあの自分で起こさないといけないっていうのが多すぎて、だから そもそもそっちも間に合うかしらはははっていうレベルなんで、ちょっと本当申し訳ないですけど、ちょっと僕体の望みは本当に薄いかもしれないです。てかちょっともう余裕がないごめんなさい。そして2位がひろあきさんで握手会初参加します。嬉しい、ありがとう、待ってます。競りをした、ドキドキそして今日の第一はナラムさんでした、ありがとうございます。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日のショールームは朝はしません、ちょっとやりは言えないです、夜帰ってきてやります。何時に帰ってくるか分かりません、なのでその舞台の場当たり次第です。帰ったらやります、でも帰ったら15分しかいりません、多分眠すぎて眠すぎると思うんで、次の日もあるのでね、シュッシュッシュッしかやらないんですいませんけど、それでよろしくお願いします。というわけで皆さんまた見に来てください、また明日、バイバーイ。